臨時政府の閣議の様子アンブラゼビチュス、首相代行権教育省マトリオニス財省、センクス情報局長、ビトクス農省、バイナウスカス商務省兼監査委員長、ランズベルギスジェムカルニス共同経済省、ベンツユス保健省、グルジンスカス食料局長、シュレペティス内省、ラシュティキス国防省、ダムシス公務省、パヤウイス労働社会保障省、 伸びつき数入通信省、プラプオレニスラフ全権代表、マツケビチュス法省。リトアニア臨時政府は、1941年のソビエト連邦による占領期からナチスドイツによる占領初期の数週間にかけて存在した、リトアニアの独立を目指して活動した臨時政府である。1941年4月22日に秘密裏に結成され、 6月23日に宣言、8月5日に活動を停止した。カウナスやビリニュスのリトアニア人行動主義戦線のメンバーも臨時政府に加わった。臨時政府で首相代行権教育省を務めたユオザス、アンブラゼビチュスアンブラゼビチュスは戦後米国に移住し、ブラザイティスと性を変えた。国営無選挙区が入居していた。 カウナスの建物の名版1941年6月23日に臨時政府がラジオを通じて独立回復を宣言したことが刻まれている。臨時政府はこの時ユダヤ人のリトアニアからの排除も同時に宣言していた。1941年6月22日、ナチスドイツがソ連への侵攻を開始。これと同時にリトアニアでも放棄が起きたが臨時政府は その放棄の初期、6月23日に宣言された。しかし、臨時政府の首相に就任するとされていた、リトアニア人行動主義戦線の指導者、カジース・シュキルパ元中毒講師は、ドイツ当局によって、ベルリンの自宅に軟禁されていた。ドイツ当局が、リトアニアの独立を認めなかったためである。もう一人の首相候補であったラポラス・スキピティスも、当時ベルリンにいて、 ベルリンを離れることは許されていなかった。そのため、臨時政府教育省のユオザス・アンブラゼビチュスが首相代行を務めることとなった。アンブラゼビチュスを含め、キリスト教民主派が臨時政府の多くを占めていた。臨時政府における人材不足は深刻で、例えば元国防省のビータウタス・ブルビチュスは6月2日にソ連軍に逮捕されており、 国防省には代わりにスタシースラシティキス将軍がついた。1941年6月21日、臨時政府のメンバーがソビエトの当局に逮捕された。逮捕されたのはブラダス・ナセビチュス、ビータウタス・スタトクス、ヨナス・マシリュナスで、彼らはモスクワの刑務所に収容された。彼らに対する裁判は11月26日に行われ、 28日に刑が言い渡された。ブルビチュスは死刑、マシリューナス、ナセビチュス、スタトクスはシベリア送りとされた。臨時政府はソ連占領前に施行されていたリトアニアの法律を復活させることを決議。また、司法制度も占領以前のものに戻された。そして財産の私有も再び認められるようになり、土地や家屋、資産、企業などが 本来の所有者に返還されたが、ユダヤ人やリトアニア民族の利益に反する行為に活発に、関わった者はその対象外とされた。軍事組織を必要としていた。臨時政府は6月29日に民族防衛労働大隊を組織し、トダを管轄するカウナス軍司令官にユルギス・ボベリス大佐を任命した。トダはリトアニア各地で、 ユダヤ人虐殺を行ったことでも知られる。ボベリスは臨時政府に対してユダヤ人強制収容所の設置を求め臨時政府は6月30日閣議でこれを了承した。8月1日臨時政府はユダヤ人をゲットに収容する際の規則などを閣議決定した。ナチスドイツとの交渉を望んでいた臨時政府はドイツ側から情報を引き出そうとして 反ユダヤ主義的宣言を出した。これがユダヤ人迫害を容認する内容であったことから、臨時政府に対する現在の評価は大きく分かれていると指摘される。臨時政府はドイツとの堅固な同盟の下で独立国家維持を望むとドイツ側に伝えたものの、ナチスドイツはこれを承認せず、臨時政府は8月5日、ドイツ当局によって、 活動を禁止させられるに至った。臨時政府における内閣辞任は次の通り、ありがとうございます。